ロバート・フレデリック・チェルシー・ボビー・ムー・ア・オビー・は、イングランド・バーキング出身の同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。イングランド最高のディフェンダーの一人。高いディフェンス力や、キャプテンシーを持ち常に冷静沈着にプレーし、フィードの能力にも優れていた。ウエストハム・ユナイテッド FC のシンボルであり、紳士的な態度から、 周囲の信頼も厚かった。1958年のマンチェスターユナイテッド FC 戦でデビュー。1961年からレギュラーに定着する。1964年23歳の時に FA カップ初優勝。同年のリーグ年間最優秀選手賞を受賞。さらに翌年には UEFA カップビィーナーズカップ優勝に貢献した。 代表では1962年5月20日のペルー戦でデビュー。ワールドカップには1962年大会から3大会連続で出場。1966年の自国開催時にはアルフラムゼ監督の下キャプテンとして出場。ウエストハムでのチームメイトであるジェフ・ハーストやマーティン・ピータースらとともに母国の初優勝に貢献した。同大会では 最優秀選手に選ばれている。ジュールリメトロフィーを掲げた唯一のスリーライオンズ首相となった。イングランド代表キャプテンとしての出場試合数90はビリー・ライトと並び2020年2月現在でも最多記録として残っている。また、同代表キャップ数108は当時の最多記録である。後にピーター・シルトンやデイビッド・ベッカムに更新されたものの現在でも 第3位の記録となっている。1993年2月24日、大腸癌の試死去。51歳だった。同年には、妻のステファニーにより、癌研究を目的とした、ボビー・ムーア基金が設立された。2008年8月4日、ウエストハムは、彼が背負っていた6番を永久欠番にすると発表した。ありがとうございます。